皆さん、こんにちは。アークインベストのキャッシー・ウッドです。雇用統計発表の金曜日ということで、まあ、今年はイベント盛りだくさんの1年で、少なくとも株式市場では、デュレーションが長期の資産の価格が上昇しました。今年の前半、まあ、7月ぐらいまでですかね。そして、金利とインフレの高止まりに対する懸念、心配もありました。でも 今もしかしたら曲がり角に差し掛かっているのではないかという気もします。なので結構楽しみです。ということで、いつも通り財政政策、金融政策、経済指標、各種指標、そして今日はイノベーションについて特別バージョンでお送りしようと思っています。超グッドニュース、人生が一転するような、そんなグッドニュースありますので、お楽しみに。それではまず財政政策。 政府が11月半ばにシャットダウンしてしまう可能性があります。会員の議長は無事決まりました。民主党と共和党の間でお互いの力の個人の支配は依然として続いています。が、合意に達する可能性もあって、そうなれば少なくとも今週末の連休中はこの問題から解放されることになります。その場合、協議は来年1月に再開となります。債務をめぐるこうした硬着状態、なんだかもう毎度のことになりつつありますね。 投資家も慣れてきているようです、もちろん投資家はもちろんこういう状態、みんな嫌なんですけどね、まあでもこれが現状です。今週、もう一つあった出来事としては、バイデン大統領が AI に関する大統領令を出したことです。これは政府による過度の介入だと思います。既存のプレイヤー、企業を優遇するもので、イノベーションにとっては大きなマイナスです。 この大統領令を受けて、今後、ビットコイン、あるいは暗号資産というか、デジタル資産全般ですね、そして AI が大統領選の争点になりうるんじゃないかと思っています。 でこの大統領令ですが、ビットコイン、暗号資産、デジタル資産の関係者と、そして AI のコミュニティただし最大手のプレイヤーを除くですが、この2つの業界の関係者、みんな憤慨してます、そしてこれが大統領選の争点となるのであれば、候補者はこれらのトピックについての自身のスタンスを明確にした上で選挙に臨むことになります。 今日恒例のアークのブレインストーミング会議をやってたんですけど、その際に面白いなと思ったのは、仮想通貨やデジタル資産をめぐる議論と、そして今回浮上した AI をめぐる議論、どちらも党派を超えた話なんですね。ということで、注目が集まるでしょう、そして政権の交代があれば、大統領令ももはや関係なくなります。 選挙戦の争点自体がこの問題になるということです。さて、今回もさまざまなグラフ、チャートを用意しています。視聴者の皆さんから良かったとのフィードバックいただきましたので、ありがとうございます。ということで、財政政策ですが、まずは事実、データを見てみましょう。このグラフは、米国の財政赤字を名目 GDP との対比でお示ししています。 私がこの仕事を始めた頃1970年代後半、そして80年代前半、レーガン政権の頃ですね、当時、財政赤字は名目 GDP の5%にまで達してました。当時は大変でした。民主党、共和党が一体となっていることに当たってました。なんで財政赤字でそこまで膨れ上がったかというと、景気後退が連続していたからです。グレーの網掛け部分がそうですね。そして FRB のボルカー議長が マネーの成長率に急ブレーキをかけていました。当時は大変な時期だったんです。そして、そういう大変な時期っていうのは、財政赤字が膨らむものなんです。景気後退であればなおそうです。これは景気のサイクルに対抗するための政府支出です。それこそ政府が果たすべき役割なんですね。セーフティーネットを提供するということですね。では、それ以降、どうなったでしょう。 今、財政赤字は、名目 GDP の6%です、景気後退ではないとされている中でです。じゃあ、これがもし景気後退だったらどうなっちゃうんでしょうねで。コロナ禍の時にどうだったかを思い出してみてください。当時、景気のサイクルに対抗するための財政支出が大きく増えました。 今の財政赤字の水準はコロナ前の頃と大体同じですこの動画をご覧になっている方ご存知の通り ARC では米国がここ数年間ローリングの景気交代つまり業界セクターごとに順々で景気交代続いていると考えていますこの後グラフで説明しますもしそうであれば足元の財政支出そしてそれに伴う財政赤字は多くの人が思っている以上に景気のサイクルに対抗するためのものであるのかもしれません さて1980年代前半の経験から分かることは、今のような赤字の状態から抜け出すための最もいい方法は、急速な成長です。80年代、90年代、ものすごい成長が見られました。テクノロジーが成熟して、インフレ率と金利がともに低下して、その結果、財政赤字、見てみてください、黒字に転換しています。ちょうどクリントント政権の頃ですね それと同じことが再び起きるかもしれません。なので、財政赤字についてそこまでネガティブに見てるわけではありません。とはいつつ、この2年ぐらいの経済対策、つまりコロナ禍の後の経済対策はやりすぎだったんじゃないかというふうに思っています。そして、過去の動画でもお伝えしてきた通り。 財政支出というのは、要は税金なんですよ。いずれ、何らかの形で課税強化、増税につながるんです。単なる増税の場合もあるし、経済の急成長に伴う税収増、まあ、これはいい解決策ですよね。あるいはインフレです。ですので、今の状況を見て、多くの人がこれはインフレにつながると言っています。赤字から抜け出すにはインフレだと。 アークとしては今回そうならないと見ています。なぜそう思うかについては、この後実際の指標を見てみましょう。今後のリスクはインフレじゃないです、むしろデフレです。では、金融政策にいきましょう。パウエル議長の今週の理事会の後の発言を見ていると。 多分ですねパウエルさん、今日発表された雇用の統計が弱含むだろうと思ってたんじゃないでしょうか、失業保険の申請件数が増えました、その辺も事前に分かってたんじゃないですかね、そして雇用統計のレポート全体についても事前に見ていたんじゃないかと思います、今日出ましたけど、レポート、非常に弱い数字でした、なんでこんなに雇用が弱いか悪いかというと、このグラフです、これ、マネー、すなわち M2 の前年比の伸びを示しています。 1960年代前半までプロットしています。この期間において、今見られるようなマネーの減少というのは一度もありませんでした。こんなに減ったのは1930年代以来です。マネーがこれほど大きく落ち込んだのは大恐慌の頃です。これがコロナ禍における動きのもう一つの側面なんです。だからあるる意味当然ののこことななんですねこうなるのは さて、マネーが減り始めてからまもなく丸1年が経過します。ですんで、マネーの流れは完全に転換したと言えるでしょう。そして今後、マネーサプライが再び増え始めないと、経済にとって深刻な足かせになります。預金の流出も始まってます。地方銀行の預金、今も減り続けてます。 それもマネー減少の一つの要因なんです。これよくないんですよね。実際、KRE という地方銀行の指数を見てみると、3月以来の低水準に近づいてます。3月っていうと、地方銀行危機の時ですよね。地方銀行指数の動きは、FRB がやりすぎてしまっていることの継承なんです。 でこの指数が底なしで下落しなければいいんですが、一方で、ポジティブに考えれば、今出てきているさまざまな数字を見れば、FRB が方針転換しないといけないことはあまりにも明らかで、その結果、方針転換がなされて、地方銀行は今みたいな MMF との激しい競争をしなくて済むようになって、再び預金を集められるようになると、まあ、そういうシナリオも考えられます。 ということで、今ご覧いただいているのは、マネーの中でも M2 の動きです、まだ前年比で減り続けています。一方、こちらがイールドカーブの長短金利差です。でこれまで何度もこの動画で説明、紹介してますね。1970年代までプロットしてます。このグラフは、10年ものの米国債利回りから2年ものの国債利回りを引いたものです。 これがゼロを下回っているときは、短期金利が長期金利よりも高水準にあるという、ある意味、異常な状態にあるということです。で、このグラフからも明らかですね。そして、通常、イールドカーブが逆転するときっていうのは、景気後退のさなかにあるか、あるいは景気後退が間近であることを意味しています。そして、アークでは、米国がここ1年、1年半の間、ローリングの景気後退の状態にあると見ています。 イールドカーブが初めて逆転したのが2022年の7月でした、つまり1年以上前です。これは今後、多くの人が思っている以上に経済成長が鈍化してインフレ率が低下する、その前兆なんじゃないかと見ています。また、このグラフから読み取れることがもう一つあって、今、イールドカーブがマイナス1%。 マイナス100ベーシスとかに低下しているわけですが、1980年代前半以来ですねなんですけど、これ結構大きいことなんですよ。というのは、今回は金利のベースが当時と比べてだいぶ低いんです。今は長期の債券利回りが4.5から5%のレンジ内にあります。それが80年代は15でした でも、イールドカーブの逆転の度合いは、今も当時も同じぐらいなんですよ。つまり、今の金融政策の方が、はるかに引き締め的な政策であるということです。1980年代前半の金利が15%だったとき以上に引き締め的な政策なんですね、今。というのも、長期金利が4.5から5%程度の時の100ベーシスと、金利が15%の時の100ベーシスとでは、全然意味合いが違うんですよ。 今の方がはるかにドラスチックな状態にあるんです。ということで、今の金融政策は多くの人が感じている以上に引き締め的な政策であるということです。そしてこれが今後1年ぐらい、かなりの悪影響を及ぼすでしょう。それでは経済活動に関するデータに行きましょう。今日は雇用統計発表の金曜日で失業率の数字が出ました。3.8% 3.9%からへの上昇 これ、大したことないように思われるかもしれませんが、非農業部門雇用者数の伸びは15万人ということで、想定されていた18万人を下回りました。しかも、過去数ヶ月間について、下方修正が行われたんです。景気の転換点において、やっぱこういうことが起きるんですね。10万人以上の下方修正です。つまり、ネットの雇用創出は5万人程度だったということです。また、家計部門の就業者数も非常に弱かったんです。こちらはマイナス34万8千人です。 これが経済をさらに弱くするでしょう週あたりの労働時間は0.3%減少、短縮されましたそして平均時給はとってもおとなしくてわずか0.2%の上昇でした想定の0.3%を下回りました前年比で見ると平均時給は4.1%上昇しています。 でも、今の前月比0.2%が仮に続くとしたら、年率2.5%程度です。そして、生産性が向上するんであれば、例えば今週のデータでは、非農業部門の生産性が前年比2.2%上昇したとのことです。ということは、前年比2%で、そして平均時給は前年比4.1%上昇。 そう考えると、生産性が時給の上昇を相殺して、それを考慮したインフレ率は、実際は2%以下ということになるんです。今、米国で70年代のような賃金主導のコストプッシュ型インフレが起きていると信じている人たちにとっては、かなり想定外だったんじゃないでしょうか。アーークの見立ては全く異なりりまますすそれを裏付けるデータグラフも他に色々とあります ちょっと見てみましょう派遣労働は雇用の先行指標ですこの派遣労働ですけど2022年の春がピークでしたそれ以降低下してます派遣労働の数字は雇用全体の弱含みを示唆しています多くの投資家は前月比の数字にばっかり注目していますがこれが先行指標であってこのデータを見ると雇用は今後それほど遠くない将来落ち込むことがわかります さて、他にもいくつか見ていきたいグラフがあります。経済活動の実態を示すものです。まず、所得を住宅ローン支払額と対比した住宅の買いやすさですけど、この指数が急低下してます。ここ1年半の急速な利上げが原因です。それがこのグラフからも明らかです米国の不動産業界団体が取りまとめている指数です。 この指標がこれほど悪かったのは、70年代後半、80年代前半以来です。住宅の買いやすさがこんなに低かったのは、そして住宅の販売は、まあ、指標にもよりますけど、4割も販売数量、販売件数、減少してます。このグラフは中古住宅の販売状況を表しています。はてます当時経済活動はほぼストップしてました 今というのは2008年、9年つまり我々が経験した中でも最大の金融危機以来の低水準なんです。住宅市場は今これぐらい悪い状況にあるということです。で、人は動きません。 というのも、今借りている住宅ローンの金利が2.5とか3%とかで、それを7.5%、8%、あるいはそれ以上の高金利の住宅ローンに借り換えたくないからです。身動きができずにいると言った方が適切ですかね。でもう一つ、景気のサイクル受けやすいのが、営業受けやすいのが、自動車セクターです。ご覧のとおり、結構落ち着いたセクターで、1750万台、1800万台を超えてくる,ることはあまりありません。1985年以降、その水準を超えたことは例外を除いてありません。 このグラフからも明らかなんですけど、そこまで戻ってないんですね、今は1500万台、1550万台程度、歴史的に見ても非常に低い水準です、そしてここからさらに下がると見てます。車っていうのは高額な商品ですし、一方、失業率は上昇してます。学生ローンについては、2年以上にわたる猶予期間ありましたけど、今それ終わって再び返済を迫られてます。 ということで、高額商品である自動車は影響を受けるでしょう。これが今後の景気後退を引き起こす要因の一つになります。繰り返しになりますが、これはローリングの景気後退であって、下降線はすでにしばらく続いてるんですね。さて、それではエ r c ーコアの ISI サーベイに関するグラフを3つご紹介します。エ r c ーコアは、経済活動に関する調査を毎週行っています。 以前もお伝えした通り、ARC ではポートフォリオ組み入れ銘柄を含め、多くの企業の決算発表を見たり聞いたりしているんですね。で、多くの企業が今、決算発表で、状況非常に悪いと言ってます。でも、経済統計見ててもそれが伝わってこないんですよ。 不思議なんですよねなん,でなんだろうと、市場はマクロの指標にばかり注目してますが、一方で企業は現場では何かがおかしいと言ってるんですよ、そして金融系のメディアによる取り上げ方もちょっとおかしいんです、収益が想定を上回ったとか、ポジティブに言ってますけど、その想定っていうのは、下方修正された後の数字のことを言ってるんです。 実際は売上も利益も良くないんですよ。アークが最近行った分析によると、S&P500、構成銘柄の約3割が売上が前年比で低下と発表してます。でもそれはマクロの経済統計には出てこないんです。企業が続々と売上前年比マイナスと言ってるんですよ、実際は。 これが景気後退でなければ、じゃあ何が景気後退なのかっていう話ですよね。さて、これが先ほど言ってたエヴァーコアの ISI サーベイです。0から100までありまして、エヴァーコアが毎週、企業に聞いて回るんですね。もう最近どうですかと 0から100で言ったら足元の状況はどれぐらいですかって聞いてるんです。だから定性的なんですけど、でも毎週同じことをちゃんと聞いてるという一貫性はあるんですね。でご覧の通り、サーベイの結果はどんどん悪化していて、景気後退水準に向かってます。過去これぐらい低かったときって、2000年、2001年。 そして2008年、9年ですよね、その時はリセッション、景気後退でした、そしてこういうサーベイというのは、下がるときは一気に下がるんですよ、コロナ禍の時もそうでした、下方向に急加速してます、2016年も悪化しかけたんですね、その時の心配事は中国、中国が崩壊するんじゃないかと、結局そうはなりませんでした、でも今は再び懸念は中国です。 中国が世界経済の足かせになってるんじゃないかと。で、アークのポートフォリオ企業の多くの、今、多く,多くが今、中国でビジネスが非常に難聴だと言っています。あるいはもうマイナスだと言ってる企業も多いです。だからこそ、この青い線は引き続き下がっていくんじゃないかというふうに見てます。2つ目のグラフです。これは国別で行われた企業に対するサーベイです。同じ質問を企業に対ししていて、 多くの企業が、今の状況は2016年と似ていると言ってるんですね。で、当時は中国が結果的に大丈夫でしたが、今回はまずいんじゃないかと見ています。緩和が追いついてないんですよ。で中国政府は冬季を抑え込みたいんです。そういったこともあって、このグラフからも分かるとおり、コロナ禍における悪い状況と同じ方向に今、向かっています。 そして中国、欧州、そして米国、いずれも同じような方向感です。3つ目のグラフ、これは雇用です、派遣と正社員についてのデータです。マンパワーとかそういう人材紹介企業に、エヴァーコアが聞いて取りまとめたデータなんですね。ここでも雇用の大幅な悪化が分かります。 まあ、コロナ禍ほどはひどくありませんけど、悪化傾向であることは間違いない、そして回答企業が賃金についてどう言ってるか見てみてください、これ、多くの投資家が感じているインフレ懸念の話に関連します資産家のドラッケンミラーさんが今週、ブルームバーグのインタビューで答えてましたけど、今の状況が1970年代と同様のインフレだと言うんですね、もう手に負えないと、抜け出せないと。 そしてその根拠として、自動車業界における UAW の労使交渉、あとはエアライン業界における交渉を挙げています。年率6%、10%で賃金上がってるじゃないかと言うんですね。でも、それらの組合って、米国の雇用全体の10%とか11%程度でしかないんです。そしてこのグラフからは、そうした賃上げが全体に波及しているわけではないということが明らかに分かります。私にとって驚きだったのは、こうした人材紹介企業によると、 賃金がコロナ禍の最初の頃と同じペースで下落しているっていうんですね。で、これ、結構ショッキングな話で、そして賃上げの水準もコロナ前と比べてだいぶ弱いんですよ。で、こうした懸念っていうのは、今後、結構急速に広まっていくんじゃないでしょうか。 そして今日発表された雇用統計で、平均時給はわずか0.2%の上昇にとどまったということもそれを裏付けています。それでは、各種指標に行きましょう。最近、ツイターでツイートしたんですけど、こういう話って、時には一歩引いて、そこから広い視点で見る必要があるんですね。そうすることで、今の状況が見えてくるということがあります資源価格についてもそうです。 さてこのグラフですが、1980年の水準を100として指数化したものです。今の資源価格、見てください、1980年代前半の水準まで戻しています、資源価格は全然上がってないんです、そして足元の状況でいくと、確かに近年、サプライチェーンショックがありました。 その結果、60ぐらいだった指数が120以上まで上昇しました、倍ですね。でも、今は下がってます。直近のピークから25%も下がってます。そして2008年、9年の金融危機まで遡ってみれば、下落傾向にあるんですよ。デフレです。これ、理解している人、結構少ないんですよ。少なくとも FRB は分かってません。 だから、今のリスクは実はインフレではないんです。もしインフレなら、資源価格が真っ先に上がるはずです。そして、資源価格は需給によって決まりますから、供給に対して需要が増えれば、資源価格は一気に上昇するんです。実際、 コロナ危機、コロナ禍の時はそうなりました、そしてコロナだけじゃなくて、ウクライナでの戦争がありますよね、それがサプライショックに拍車をかけたんです、でもその後、資源価格は下落してます、この下落ですが、それを食い止める要因、見当たらないです。このレンジ内の下の方に落ち着くんじゃないでしょうか、それを下回っちゃうともう底なしですよね、それは避けたいなと思っています。 でもう一つ興味深いのが、ドルの動きです。私がこの業界に入ったのが1970年代後半、で当時、ドルは安かったんです。あの頃って米国は世界の笑われ者だったんですね。生産性は急低下してたし、ドルもすごく安くて、ワシントンにおける政治の状態も非常に脆弱だったんです。その後 1980年代前半、とってもいい財政政策と金融政策が走行して、ドルが急騰したんです。ドルが高騰すると、世界の他の通貨は安くなるわけですから、世界各国は大変でした。購買力が低下しちゃったんですね。そして、ドル建ての債務の利払いを弱くなった自国通貨でしないといけなかったわけです、他国は。 だからかなり大変でした。これはちょっと行き過ぎで、1980年代中盤はあまりにもデフレ圧力が強くなったため、その後どうなったかというのはご覧のとおりです。そして1990年代後半、米国は70年代後半の真逆の状態になります。米国は一転、世界のスーパースターで、生産性も急上昇して、テクノロジーもすごかったし、そしてなんといってもインターネットですよね。今度は貿易に伴うドルの上昇が起きました。 米国にとってすすごくいい状態ですその後状況は再び一点テック通信バブルが崩壊しますそして2008年9年の金融危機ですそしてドルはかなりのプレッシャー下に置かれるわけですがでもそれ以降の動き見てみてくださいドルは4割も上昇してますこれはインフレを抑えるのにかなり役立ちますそして今やこの状態がもう13年も続いてるんですよ なので、効果が累積的に効いてくるんです。だからこそ、資源価格はその間、下落してきたんです、大きな傾向としては。そして、足元ではさらに下落してます。じゃあ、次のグラフです。ドルの上昇っていうのは、やっぱり非常に興味深いんですね。というのも、まず悲観論者の多くはドル安を想定してきました。 そうなれば双子の赤字です、財政赤字と貿易赤字、1970年代の頃と同じ議論ですよね。そして多くの市場参加者によれば、ドリ安になってもおかしくなかった根拠ってあと2つあるんです。まず、中国が長期の米国債を売ってるんです。10年前は1.3兆ドル分以上あったのが、今は 8, 億ドル以下ままで減ってますそしてここ数年、売却が加速しているのが見て取れますよね足元のこの人民元安、中国政府はそれを立て直そうとしてるんですけど、具体的に何をしているかというと、長期の米国債を売って、それでドルを手に入れて、そのドルを使って、 自国通貨でであるるを買ってるんですだからドルを再び金融システムに戻してるんです、自国通貨を支えるために、さらなる人民元安を食い止めるために、でもうまくいってません。まだ人民元は低水準にとどまってます。 まあ中国によるドル準備ですが、さらに減少するものと見ています。というのも、ゲインを守るためにより多くのドルを売らないといけなくなっているからです。そして、他の条件が一定であれば、ドルは売られた分、値下がりするはずなんですが、そうなってない。なぜかというと、安全資産への逃避の受け皿になっているからです。市場においててドルがが再びそのの役割を担っるるんでですす世界各国の経済が苦戦する中で いろんな要因で苦戦しています、中国も苦しんでいます、ラテンアメリカもアルゼンチンのインフレとか、もうひどい状態ですね、トルコも同様です、金利を相当上げざるを得なくなっています、戦争もあります、ウクライナに続いて、今度はもうイスラエルもですね、だから世界中でいろんなリスクがあって、それがドルが上昇する一因になってるんです。 さて、こちらは非農業部門の単位当たり労働コストです。悲観論者からすると、2010年からの上昇は、まあ、当時はマイナスだったんですね。金融危機の間、給料は増えませんでした。一方、生産性は向上していたので、単位当たりの労働コストは下がってたんです。それが2015年半ばにゼロを超えてきて、その後も上昇。 でコロナですねコロナによって労働力を確保するのが難しくなってそれでさらに労働コストは上昇しましたでも今見てみてください前年比で1.8%にまで下がってますこの単位当たり労働コストっていう指標ですが給料とそして生産性も考慮した数字なんですねつまり生産性の指標である1労働時間あたりの生産量があって その生産性の上昇を給料のコストから差し引いてるんです。で、それが今、1.8%、インフレ目標の2%を下回っています。一方、FRB は、労働市場がインフレを引き起こすんじゃないかと恐れてきたんですね。でも、このグラフは実際にはそうなっていないことの証拠です。1970年代とは違うんです。見てください、当時は2桁成長までいったんですよ。今はそうではない。 そして足元では反転して下落しています。FRB もこの数字、今週見てると思いますで。結構影響あるんじゃないですかね。多分警戒度を強めてると思います、FRB も。自分たちが間違いを犯してるんじゃないかって。FRB もそうは言いませんけどね。で今週の投票決議も満場一致でした。利上げは見送り、データを注視しようということでした。じゃあ、肝心のそのデータがどうなってるかですが、FRB にもぜひこのグラフ見てほしいですね。このグラフは、 メタルつまり金属の価格を金の価格で割ったものでそれを米国の10年もの国債と比べています足元で大きく乖離しているのが分かります緑の線から分かるのは金属の価格が金価格に対して下落しているということです金の購買力が増しているとも言えますつまり インフレの状態にはないということです。一方で、2000年代初頭に見られたのは、当時はテック通信バブルが崩壊して、その後の回復があったわけですが、当時見られたのは、1990年代後半に起きたことの名残です。金融政策は超緩和的だったんですよ。なぜかというと 3つ理由があります。ロシアのデフォルトがあって、それが LTCM の倒産の一因になって、米国の金融システムが揺らぎかけました。あと、Y2K2000 年問題もありました。 1990年代後半は結構大ごとだったんですね、Y2K は。それらの事象を受けて FRB はある意味先回りをして緩和をしたんです。新たなミレニアムに入る際に経済がシャットダウンしないように。Y2K ですけど、多くのコンピューターでは年を表す数字を末尾の2桁だけで処理してたんですね。例えば1998年であれば98、その次が99で。 2000年はゼロゼロとなって、コンピューターがあ19 1900年のことかと勘違いしてしまうんじゃないかという問題でした。かなり心配されたんです、当時。でこの問題が明らかになるのには結構時間かかりました。というのも、米国ではテック通信バブルが崩壊して、それに伴う景気後退局面に入ってたからです。でも、当時の金融緩和がこの指標に影響を与えてるんです。金属の価格が金価格に対して上昇したんです。金属が急騰して、金の購買力がだいぶ失われました。 これはインフレなんですよ、それに対して FRB が引き締めを行って、ご存知の通り、住宅ローン危機につながって、それが金融危機、いや、グローバルな金融危機です、ね、に発展しました。影響は世界中に発給したんで。 世界中の投資家が AAA の米国債証券を保有してたんです。で、その中にサブプライムの住宅ローンが含まれてたんです。さて、それ以降、2つの線はほぼ同じ動きをしてきました、まあ。つい最近まではです。これはどういうことか ?FRB が金利を22倍にまで引き上げたんです。わずか1年ちょっとの間に。そして、このグラフから分かるのは、これはデフレのシグナルです。 まあデフレではないにしても、いずれにしても、少なくとも非インフレ的とは言えるでしょう。で、アークとしてはこのグラフを見て、長期金利が今後、かなり下がるなというふうに見てます思った以上のハードランディングになる中で、金利が結構下がります。 まあ2%以下になる可能性もあります、そうなると断言したいわけじゃないんですけど、というのはま完全な相関関係にあるわけではないので、でもこのグラフが示唆しているのはそういうことです、もちろん今後、金属の価格と金価格の大きな反転があれば別ですが。では最後にビットコインです。これまでのビットコインの値動きの大部分、ここにお示ししています。総じて値上がり傾向、そして値動きが大きくなってきています。 で、今、再び上昇基調にあります。今年は結構大事な年だったと思うんですね。っていうのも。 リスクオフしかも非常に重要なリスクオフの期間に多くの投資家がリスクを回避する中でビットコインは値上がりしたんです、今年3月の地方銀行危機の時です、このグラフは長期のグラフなのに対して、今から言う数字はその日の動きなんですけど、地方銀行危機の時の底値である1万9000ドルから一気に3万ドルにまで上昇したんです。 なぜ上がったかっていうと、ブラックロックのラリー・フィンクに言わせれば、質への逃避です。我々アークからすると、安全資産への逃避です。というのも、ビットコインの場合、カウンターパーティーリスクがないんです。この分散型の透明性の高い金融システムだからです。2008年、9年に法廷紙幣に基づく伝統的な金融システムで起きたことと対照的です。 そして多くの人がビットコインは単なるリスクオンの資産ではないということに気づき始めてます。市場がとてもいい状態のとき、ビットコインも値上がりし,しがちなんですけど、でもそれと同時に、リスクオフのビークルでもあるんです、ビットコインは。この事実に、機関投資家含め、多くの投資家が気づき始めてます。 ということで、ビットコインはイノベーションの大きな成功例の一つです。ARC がずっと提唱してきていて、そのリサーチを集中させている5つのイノベーション、プラットフォームの一つです。ロボティクス、バッテリー技術、AI、ブロックチェーン、そしてマルチオミックス解析ですね。そして、今日はこのイノベーションプラットフォームの話をしたいと思います。これらのイノベーションからいくつかの奇跡と言っていい事例が生まれています。 ちょうど1年前の今ぐらい、イギリスのアリッサという女の子が、その半年前にはもうだめだ、亡くなるという状態だったのが、なんと治ったんです。 でその後、彼女の状態が再び悪化したという話は聞いていないので、今はもう元気なままなんだろうと思いますで。彼女は白血病、しかも普通と違う変わったタイプの白血病に苦しんでいたんです。で、その治療法が遺伝子編集だったんです。何があったかというと、まあ、この素晴らしいイノベーションについて、まあ、我々いわばイノベーション界の住人はもう大騒ぎだったんですね。で、私、アークの医療系のアナリストであるアーリー・アーマンに電話したんですよ。 この件を知った時で彼女はその時ちょうど血液系のカンファレンスに出てたんですねちなみにそのカンファレンス会場にはアリスさんのポスターも貼られてたらしいんです白血病ということででカンファレンスに出てた彼女に電話して みんな、このニュースで持ちきりでしょ、会場はと聞いたんですよ、そしたら彼女、いや、誰も話題にしてないと言うんですね、私からすると信じられない話です、血液関係者も、そして投資業界も見向きもしなかったんです、皆さん覚えてらっしゃるかと思いますが、昨年のこの時期はひどい弱気相場の最中にありました、特にイノベーション銘柄、市場全体が底を打ったのは10月ぐらい、でもイノベーション銘柄はまだでした、12月まで底打ちしませんでした、当時、世界は真っ暗で、希望は全く見えない。 状態ではここでアリーにバトンタッチして彼女から皆さんにいい知らせを伝えてもらおうと思いますそして今年はなぜ市場がこのテーマについてエキサイトしているのかどうかについても話してもらおうと思いますはいありがとうございますちょうど1年前1月ぐらいだったと思いますが全米血液学会の カンンファレンスに出席していていキャシーから話があった通り会場にはアリスタのポスターも貼られてたんですねで会場にいるいろんな人のところに行って、アリスタの件すごいですよねっていう話を持ちかけたんですけど、アナリストたちの関心は他のことにあったようで、そしてキャシーが言ってた通り、当時は弱気相場でアナリストたちの想定も弱気だったんです。で当時、あまり希望が見いだせない状態で、でもそれが今は大きく様変わりしてます。 市場ではかなり期待感が高ままってますでキャシーとも話してたんですが、昨年、JP モルガンのカンファレンスでいろんなデータがあったんですが、どれも前に見たようなデータで真新しさはなかったんですね。でカンファレンスで M&A の話もあまり出ませんでした。今年はデータ、そして M&A 案件ともにより豊富だといいなと思っています。 ま案件という意味では、今週アストラ、アストラゼネカとセレクティスの協業案件、あとイーライ・ディリーとビームの案件もありました、これ、当然、v ー r にも影響あります。これらの案件のおかげで、市場に活気が戻りつつあります。こういうグッドニュースと、そしていいデータが出てくると、株価もポジティブに反応するんですね、それが今、しばらくぶりに起きてます。そして今週出たポジティブなニュースの一つが、先ほどキャッシーが言っていた、スイスのクリスパー社と、米国のバーテックス社の協業です。 エクサセルという遺伝性の血液の病気を治療する薬に関する協議です。で、米国では10万人ぐらいの人が鎌状赤血球症に悩まされています。全世界だと2000万人ですで。一応珍しい病気という扱いなんですが、かかっている方は結構多いんですね。で、この病気にかかると非常に厄介なんです。そして今週この薬品に関する会議が行われました。 で専門家たちが集まって、薬品の効能とか安全性とか、どう製品化、商業化するかなどについても話し合う会議です。で私も聞いてたんですけど、朝9時ぐらいから始まって、午後4時ぐらいまでずっとやってましたで。非常にポジティブな、ポジティブな内容の会議で、で一番良かったと思ったのが、患者の声を生で聞けたことなんですね。この薬をを服用ししたた体験を語っててくれていました それを皆さんにも紹介しますね、一部。アークではいつもテクノロジーについて言及していますが、各テクノロジーが単独で孤立しているわけじゃないんです。これらのテクノロジーがいつも互いに融合していきます。マルチオミスのテクノロジーも革命をもたらすような、そんなすごいテクノロジーです。患者の命を救うテクノロジーなんです。それでは世界でも初めてエクサセルによる治療を受けた患者の1人のその生の声をお届けします。彼女の体験、本人の口から語ってもらいましょう。 皆さんこんにちは私は金銭面含め一切の利害関係なくこの会議に登壇していますヴィクトリア・グレイと申します38歳の母親であり妻でもありますクリスパーの遺伝子治療を受けた最初の患者ですこの治療を受けるまでは子供時代のすべてそして大人になってからの大部分常に激しい痛みと疲労に見舞われてきて 繰り返ししし入院てて死の恐怖と戦ってきました痛みは突然やってきてもうトラックとぶつかるのとそれと同時に雷に打たれたかのようなそんな激痛なんです痛みを和らげるために3種類のオピオイドを摂取してきましたそれでもかなりの痛みなんです定期的に輸血を受けることで血球の数を増やしてそして痛みと疲労を和らげようとしてきましたでもそれは一時しのぎの策でしかありませんでした ある時の入院が今も記憶に焼き付いてますこれは2010年10月のことです生涯で最もひどいぐらいの発作に見舞われてそれを機に看護師になるために通っていた大学を辞めましたこの時は丸3日間眠れませんでした足も手も動かせませんでしたで、痛みのあまりベッドに座るために腰を動かすこともできなかったんです 食事を口に運ぶためのフォークを持ち上げることもできず顔を洗うこともできませんでした体を動かせるようにするために理学療法を受けました鎌状赤血球症による激しい痛みが原因でした結局この病院から退院するまでには2011年1月までかかりました感謝祭もできず クリスマスもなし子供4人の誕生日どれも一緒にいることができませんでしたこの病によってあまりにも弱っていたため日常生活をサポートしてもらう人に来てもらう必要もありましたその頃息子の担任の先生から連絡があって息子の態度が変わったっていうんですね <laughs> 息子は私が死ぬんだと思ってたんですその時です子供たちのためにも戦わなきゃと思ったのはそしてその時期に医師から遺伝子治療のトライアルに参加する機会をいただきました 私は一切躊躇せずに参加したいと伝えました。私が初めての地験者になることを知りながら、でもこれが病と闘うチャンスだったんです。この治療を受けて以来、痛みがなくなりました。だからオピオイドを取る必要もありません。入院も輸血も必要ありません。子どもたちのアクティビティに参加できるようになりました。スポーツとか、ダンスのイベントとか、一緒に遊んであげられるんです。 この後病院に行くために別れなきゃと思わずに済むようになったんです今はフルタイムで働いています家のこともそして地域の活動にも参加できていますこの治療にイエスといえば病気や各種症状で苦しんでいる人にとって人生がいい方向に変わります今は希望が見えなくても治療を受ければまた希望を持てるようになります私がそうでしたありがとうございます とということですもう他の方々のコメントもありますので、ぜひリンクからアクセスしてみてください。こうしたトライアルに参加した勇気ある方々の話、ぜひ聞いてみてください。 釜條赤血球症もそうですし、その他の遺伝子療法、遺伝子編集療法の事例もあります。今後ですね、FDA ・米食品医薬品局がこの治療法を商業化してもいいかどうか、その判断を下す日が近づいています。釜状赤血球症については12月8日、そしてベータサラセミアについては3月30日です。いつも言っている通り、イノベーションは問題を解決するんです。イノベーションは世の中を変革してより良いものにします。この 利上げ、投資家の恐怖、そしてベンチマークへの回帰、イノベーション銘柄売り、長期のデュレーションの資産の売りがありました、まもなく治療法が見つかるということを信じていなかったんです、先ほどのビクトリアさんがこのトライアルをやっていたにもかかわらず、で彼女の治療からもうすぐ3年が経とうとしてます、我々もずっと見守ってきてますが、安全性の問題もなく、治ったんです。 これ窯状赤血球症とベータサラセミアについては、以前は考えられなかったことです。ビクトリアさんが言ってた通り、希望がいっぱいです。そして今のこの瞬間は、バイオベンチャーであるジェネンテックが、バイオテクノロジーの地平を切り開き始めたときと似てると思うんですね。これがライフサイエンスやヘルスケア業界における、われわれの生涯最大級の投資機会をもたらしたんです。 そして今、足元にある機会はそれよりもさらに大きなものだと感じています。ということで、今月もどうもありがとうございました。ままた来月お会いいすするのを楽ししみにしています